ネバーセネバー考えるキックボクシングステーションの TKX チャンネルです。よろしくお願いします。で今日はですね、ボディストレートですね、を、使った、攻撃パターンですね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ボディのストレートですね、形で、ある程度ね、かがんだ姿勢からまっすぐボディに投げてストレートを打ちます、ね。いきなしねやるよりも最初ね上にね振っといてからボディストレートね打つねことがまずはねボディストレートを打つことをね練習してみてください。まずいきなし打つよりも、ね、最初は上に振ってアッパーとかでもね上に振って顎を上げるっていう体をね少し前かがみから少し直立に上げさせるようなイメージで体を起こさせて、で下にね、打つ。ね、下に上の体をね、起こさせてから、ちょっと下にね、いけるようにしましょう。少し一歩踏み込んで、ね、一歩踏み込んで、低い姿勢から、ちょっとね、打っていきます。はい。まずはね、これが、大圧前提でまずやってみましょう。で、いくつかね、いろんなコンビネーションとかね、パターンはありますけども、3つぐらい、いきましょうか。よくあるのは、ボディストレートをね、上につなげる、フックですね。ボディストレートからフックですね。これは下から上のコンビネーションですね。ね、ボディストレートから上につなげていきましょう。ね、そこからね、上につなげてローキックとかもあります。ね、結構ローキックまでつなげることはね、結構あるので、上に振って、ボディストレートから上に振って、上に振って、はい、ね、次が、ボディストレートね、意識してきたら次はそのボディストレートの、ね、入りからオーバーですね。ボディストレートのね、こういうね、動きに相手がね、意識し始めたら、これね、上を落とします。同じ入りで、しっかりとボディを、目線を合わせながら、上を落とします。少しね、ボディストレートよりも多少サイドに回ってオーバーフック ね少し回って打った方が、ね、いいと思うんで、気持ちね、サイドに回るというか、ステップするといいと思います。極力当たらないようにステップインしてください、はい。で3つ目が、ハイキックとか顔面への膝蹴りですね。同じイメージです。こういうね、ボディをね、構えから、ここからね、上に行きます。相手がね、ボディを意識してね、グッとね、こういうふうにかがんで力をね、入れて防御するタイプ、ね、そういうふうなシーンが見られたらですね、上に下に振って、で、ここから、ね、この動きに合わせて、はい、ということで、まずね、ボディストレートを、しっかりね入れるような距離感とかね、上の振りですね、そこをね、しっかりできてからそのね、ボディストレートを使ったコンビネーションね、いろんなパターンをやってみてください。ということで、ね、今回はこれで終わりたいと思います。で過去の、ね、動画とかも、ね、ナンバリングしてありますので、ぜひ、ご覧ください。
はい、そして、この動画が、ね、良かったと思っていただければ、高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。そして、概要欄とかもね、お知らせがありますので、そちらもぜひご覧ください。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。